がね、ケーブル伸ばしのシステムじゃないか、ただかけてるだけなんですけどね。さっきの S 字変な形の、これをですね伸ばしたいがためにこういう風に、ね、かけたらどうかなと。でかけてこう自然なこうたわみで持ってですね、これなんかもうこういう風に曲がっちゃってるのでかけることもできないっていうのもありますからね。こんな感じでどうだろう。うお、例えば、まあ、これなんかはまあフラットパッチケーブルですね。ボード作りにこんなこと必要なのかって、新しいの買えよってこう森田らがきさんに言われそうですけどねこちらは DC ケーブルですねもうこれなんかもう曲がってますからね、こういうね。これがちょっとですね、やっぱり組むときにですね、ちょっとやっぱなかなか厳しいんじゃないかなと。あまり形状がついちゃってるといけないんじゃないかなってことで、ちょっとパッチケーブルもまだねやらなくちゃいけないんですけど、もうこの状態何なんでしょうかということで、ボード完成まで頑張るぞ。ね、こんなにパチケーブル使うんですね。ありがとうございました。あ、それでは本日も音楽と機材もそのに元気に参りましょう。ありがとうございました。投稿待ってます。